はいどうも、ブルータリタです。今回は持ち方についてのレッスン動画です。また、鳴らない音に対しての対策についても言及しています。どうぞお楽しみください。それでは、メンバーシップ動画のスタートです。四角だったらすごい持ちやすいんですけど、もう丸だからしょうがないじゃないですか。そう。だから、フルートって基本的に回らないようにしたいんですよ、楽器を。で、そのために、普段フルートが絶対接触してるとこってどことどことどこですか？ここと、うん、口、顎って、ここと。そう。で、今僕がやってたのは、その3点で押さえるってことをやってたんですよ。はい。まあ、これよく3点指示って言われるんですけれども、これですよね。そう。で、結構難しいでしょ。そう。じゃあ、3点指示の超簡単バージョンやってみます。これと、これと、これ。親指はこっちです。こっちです。これもこっちです。うん。そう。それが簡単な3点指示。これが、ここで押す。ここで押さえるし、これはこっち側に押すし、これはこっち側に押す。っていう、これが3点指示は3点指示の、まあ一番わかりやすい簡単な、そう、力のベクトルの動き方。なんですよ、うん、だからここはストップ、ここはあっち側、これはこっち側、でその時も転がる感じがするじゃないですか、ちょっとね、それをさらに簡単によくするためにはちょっとこうするんですよ。下からこうする、でこいつも下からこうする、そうするとさっきより転がらなくないですか？安定しました。っていうのをこれでやってるんです。これは面積が多いからやりやすいけど、これでね、こういう三角でね、やりやすいけど、それをこれにするだけです。こことここを、親指、こっちの親指はこれですよね。ってことは、こっちに転がる。こっちに転がる。こっちですよね。こっちに、こっちに転がせてますよね。こっちの指、こっちをね。で、こっちは、こう。こうしてください。さっきのこれ、これこれこれ、ってことはこっちに転がりますよね。はい、そう、これはこれ、こっちだけど、これこうだけど、こっちに転がりますよね。それが合わさると、こっちに転がる力とこっちに転がる力が合わさってこういう感じになるんですよ、じゃあ今これできます。これ真ん中で V の字作っちゃって、で僕自分の楽器見ましょう。ここにくっつけて。別にここじゃなくてもどこでもいいんですけど、そう。そうすると分かりやすいじゃないですか。はい。現状、こっちに転がるパワーと、こっちに転がるパワーと、それを止めるパワー。これが成立してると、別に小指で支えたりとかっていう必要がなくなるんですよね。で、まあ、これが単純的なそのフルートが、転がらなくするためのコツです。ちょっとこれできます、これ。そうそうそう。で、これめちゃくちゃここ動いちゃうじゃないですか。動いちゃうじゃないですか。それはここに押さえつける力弱いんですよ。あ、まあけど僕も入れてるか。大丈夫です。じゃあそれで大丈夫です。そう。これを、こう、もう、ここでやるっていうことですよね。そう、面積が狭くなるから、怖いかもしれないけど。そう、こいつはこっち側に転がるし、親指はこっちの親指はもうこういう感じですよね。こっちに転がす、こっちに転がすっていう、そう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 、ってやるとさっきできなかったのができるようになったじゃないですか。はい、で、まあ、こっちの指は別にこうつけてこれでもいいし、ここにつけてこっちでも、まあどこでもいいんですけど、けどこっちはこうする、こっちはこうするっていうので安定すると、まあ小指も離せて、そう、ここで支えるっていうのはやっぱり結構小指に負担がかかる、小指が痛くなる一番大きな原因なので、この状態が全然もう何も苦じゃなくなったら、じゃあ今ちょっとまあ危ないから僕支えてますけど、その状態でなんかこうやってできますって、やわやわって、そうそうそう、あ、そう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 。できるじゃないですか。ちょっとそれ、
まあけど、うん、けど実際別に全部話すことなんてあんまりないので、はい、うん、あ、でもできました。うん、すごいじゃないですか。はい、うん、それが三点指示っていう考え方です。はい、でこれが正しいとかっていうことじゃなくて、この力の分散のさせ方を知ってると楽器がそんなに回らなくなる、うん、安定しやすくなる。でもう一つの持ち方としては二点指示っつって、まあ、こういうね、こことここで持ち上げて持ち上げてここで止めるっていう、まあ、ほぼほぼ同じなんですけど、ここで持ち上げる、うん、まあけど結局転がるんですけどね、二点指示はね、うん、まあけど結局ここで止めるんで、うん、これはほんで 上に持ち上げる、あるいはこうやって手で掴むっていうのがどっちかというと二点指示に近い感覚なんですけど、うん、まあその二つをなんとなく感覚として知っとくと楽器を安定させやすい、自分のそのベストな持ち方を導きやすい、うん、はい、だからどのくらいこの持って吹くのかっていうのと、はい、うん、ちょっと今これでいきます。普通に持つ、うん、これも指で握ってるじゃないですか。これでこれはこれで安定しますよね。これで指で安定する。でつけた時に離してこの3点指示があると、まあ、これはこれで安定する。その2つその2つを組み合わせて別にね、全部離れてる指なんて振ると存在しませんから、チースも絶対これついてるしっていうので、必ずどこかで指でその触って支え、この転がらないようにするとか支えるとかできるんですけれども、それを小指とかに頼りすぎると小指が痛くなっちゃうしとかっていうことなんですけど、そうだからこの掴むパターンとこの3点指示で別に掴まなくても転がりません落ちませんっていうパターンを、どっちもなんかうまい具合に、それは人によって違う、そのブレンド具合は違うと思うんですけれども、そう、それができるようになると意外といろんな指というか持ち方を選択できるようになる、うん、っていうのがあるんですよ。いいじゃないですか、うん、やっぱりね、経験はちゃんと積んでるから、うん、レッスンは初めてかもしれないけど、フルートの経験は積んでるから、ちゃんと体にその扱い方、転がりを制御する力、バランス感覚っていうのが身についてるってことですよね。そうそうそう、これで、そうだから、それでも全然いいんですけれども、なんかこれにこだわりすぎちゃうと逆になんか変なところに力が入って難しくなることとかもあるので、これと、まあ、本当に握るとか、全然その握、実際こうやって握っちゃった方が全然安定するはするじゃないですか。なのでなんか絶対これでこうできなきゃいけないんだって思いすぎると逆になんか不安定になっちゃうから、なんか本当にどっちもどっち、握って安定させた方がこうやって、安定しないけど別にこうやって使った方が安定したりとか絶対ありますので、そう、小指で支えちゃいけないっていうこともないんですけれども、そう、インチキしてここ、ここはねあんましない方がいいですよ。だってそう、だってこれやるとここができなくなるじゃないですか、はい、やってる人もいますけど、そのインチキはなるべくしない方がいい、はい、でそうしないためにはこいつが結構重要になってくるんですよね、うん、こいつをどこに置くかとか、どこで触るかとか、うん、僕こんな感じになる人間ですけれども、これはこうやるともこうやって簡単に転がってくれるし、うん、別にここをこうすればこういうふうに転がるベクトルになるし、こうしちゃうとなんかこの面で転がさなきゃいけなくなってくるっていう、うん、そう、まあ別に3点指示にこだわり続ける必要はないんですけれども、はい、そう、感覚として3点指示、あとこのできたらいいってことですよね。まあできたらいい、できたらいいし、その感覚、そういう考え方もある。でどのぐらい自分はそれを何パーセント採用するかなっていうところで、そうやるといいと思います。そうすると小指もね絶対伸ばさなくて済むっていうか、じゃあそれでこうやって丸めた状態でできます。こうやってじゃあこっち、こ全部持ってていいです。全部持って安定させた上で、音関係ないけど、まあ後からね、その動かなくなってくるっていうのもあるかもしれないんですけれども、うん、うん、でそれもこれでやるのがいいのか、これでやるのがいいのかっていうのはね、確かめられますよね、自分で、うん、そうそうそう、うん、で構え、その全部構えた時の何だろう、
ここら辺っていうのはその疲れが出なければ僕はまあいいわ、疲れとか痛みが出なければいいと思うんですよ。人それぞれ。そう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 、っていうか結構その身体的なことになってくるので、うん、そう僕の感覚で語りづらいっていう。私を見てどうかっていうのを知りたかったです。ああ。あなたのその感じだったらこれがいいんじゃないっていうのを。意外とそれって答えないというか、うん、もう無限すぎて、うん、確定できないというか、自分ですら、そのプロですら持ち方悩んで変えて怪我して変えてってしてるから、正解いないんですよね。正解あったら僕億万長者になってます。なるほど。うん、君の持ち方はこれ、君の持ち方はこれ、全パイみたいにしたら僕その世界で一番有名なフルキストになってますよ、そっち界隈の、うん、そうだからそれが分かるのは本当に自分しかないんですよ。でどういうところで判断するかっていうと、はい、メンバーシップ限定のレッスン動画の無料公開はここまでです。続きが気になる方はぜひメンバーシップ登録してくださいね。概要欄の方にメンバーシップ登録用の URL を貼っときますので、ぜひそちらから登録してください。またねー。